金賞は、将棋の駒の種類の一つ。本将棋、平安将棋、平安大将棋、小将棋、中将棋、大将棋、天竺大将棋、大大将棋、真カ大大将棋、大将棋、大局将棋に存在する。英語ではそのまま、ゴールドジェネラルと訳され、略号は G。通称は、金。銀賞と、名前や動き方が似ているが、銀賞と異なり、 本将棋ではなることができない。基本的には、自陣の王将周辺で囲いを構成する駒として、防御に使われることが多いが、持ち駒として使う場合など、終盤の寄せや詰めでも対応される。例えば最も基本的な積み方の一つとして、頭金がある。また、横に動ける共通点から、飛車と金賞を総称して、奥と呼ばれることもある。 前述のように攻撃にも防御にも多用されるために、金なし将棋に攻めてなし、金なし将棋に受けてなしという格言がある。本将棋では、格行と比較した場合、動けるマス目の数は、格行の最大16マスに対し、金賞は最大6マスと、これだけを見ると圧倒的に少なく、常識的な価値判断でも、金賞の方が低いとされる。しかし、 格行は龍馬にならない限り、なんてかけても筋違いのマス目に移動できず、接近戦や爪には不便な駒とされているのに対し、金賞は接近戦に強く、頭金など爪にも役立ちやすく、手数をかければ、どの地点にも移動でき、動ける方向の数も金賞の方が多い。このような特徴の違いから、コンピュータ将棋による研究などもあって、格行と金賞の価値は、 ほぼ同じではないかという説もある。名前と動き方から、銀賞と同じ系列の駒と思われているが、歴史的には、チャトランガの将軍に相当する駒である。海外の将棋類では、日本将棋でいう王将の隣にチャトランガの将軍に相当する駒が配置されている。地図では、クイーン、シャンチーでは、シ、シ、チャンギでは、シ、マークルックではメットが、 日本の金賞及びチャトランガの将軍に相当する駒である。またチャトランガの兵に相当する駒が昇格した場合の、成り先として、チャトランガの将軍相当の駒が選ばれている、将棋系ゲームも、将棋以外にも、マークルックなどいくつか存在する。駒字の表現としては、金賞の駒自体のサイズが玉賞より小さい分、金賞の賞は、サイズは変わるものの、玉賞の 小とほぼ同じ表現となっている書体が多い。駒の表面、裏面には何も書かれていない。成銀の例。金の遺体字で左右の点を棒のように表現することが多い。成形の例。金の崩し文字で下の部分を崩した字体である。成鏡の例。金の崩し文字で総書体となっている。と金の例。と、このように見える文字は、 金の極端な崩し字あるいは今の崩し字とされる。金とリす。クス。銀賞、桂馬、強者、不評の正語まで、これらの金になったものをそれぞれ成銀、成形、成鏡、と金という。成銀、成形、成鏡、と金はすべて金の崩し文字が書かれており、字体を変えることで区別している。金賞自体はなることができない。本将棋においては、 金賞と銀賞を総称して、俗に、金駒、金家と呼ばれる。元々の金賞は4枚だが、銀賞、桂馬、強車、不評の合計枚数は30枚なので、金賞の動きの駒は、理論上最大で敵味方合わせて34枚万上に、存在し得る計算になる。さらに大駒についても、飛車、角行の正駒である竜王、龍馬の動きは、 金賞の上位互換と考えることもできるし、玉賞も金賞の動きを完全に含んでいるので、潜在能力も含めれば、本将棋のすべての駒は金賞の動きをする能力を持っていると考えることもできる。例えば、頭金の積みの応用としては、玉賞による直接王手ができないことを除けば、金賞の代わりに正駒を用いてもよい、なることはできない。 中将棋の場合金と略す。不評の大将棋では、鉄将、石進む、桂馬、猫人、悪狼、新著、猛牛、飛竜、不評の生後馬、ナルト飛車。これらの大型将棋類の不評の聖句としての金賞は、本将棋と同様に、と金と呼ばれる場合もあるが、本将棋と異なり、多くの場合本将棋の成り鏡のような字体の金の崩し文字が書いてある。 金賞の聖句としての飛車は、金尾車とも呼ばれる。真下大大将棋では、飛車、角行、縦行、横、反射、強射、飛龍、猛牛、桂馬、左車、右車、狛犬、針行、馬、夜刃、羅雪、金合、力士、ロバ、不評、横飛の大将棋では、清流、鈴鹿、白子、玄武、モーザル、本気、本幕、奏者、 ハトハ繁、大竜、左章、右章、天狗、北敵、南蛮前期、猛熊、白象悲劉、住隆、日和子、鯨竹、白句、起章、金と金字化、鏡は孔雀横流羊兵、猛和子、兵士、犬の聖駒、馬かだ大将棋 対象下のなりは、敵駒を取った時に強制的になるルールになっているが、これらの駒の中には、金賞になることにより元の駒の完全介護感になってしまうものや、その他元の駒の動きからして明らかになりによるデメリットの大きいものも多い。なると、本金。ありがとうございます。